ゼネラルケミカルストラクチャーオブエーパリデューセットリーン。ポリジアセチレンとは、ポリアセチレンに関連の深い導電性功分子である。ジアセチレンの1、4トップ化学重合反応により作られる。有機フィルムの開発から多分子の不動化まで様々な用途がある。最初に発見されたポリジアセチレンは、ポリで1969年にゲルハルト・ベグナーが発見した。 これは1、6ビスヒドルキシュヘキサマイナス四4ジーンに紫外線を照射することで作られた。重合反応は結晶中のジーンの空間的配置のために起こると推測されたが、これが確かめられたのは1972年に、レイモンドイーチ・ボーマンが、トップ科学重合反応という用語を造語し、空間配置に起因し、開始に空間的制約が課されるような重合反応を、 記述するのに用いてからであった。ポリジアセチレンの合成は1、3寺院の突破化学15反応により行われる。二カブ豚寺院や他の電子球引き元を持つ寺院など、多くの寺院が、溶液中では1、2および1、45をも起こすため、典型的には、片焼中で行う必要がある。片焼中の寺院の配置としては、繰り返し長が5、傾き角が45度、 片方のモノマーの C1 と隣接する、もう片方のモノマーの C4 との距離が3.5となることが理想的である。通常、15反応に際して、パイ協約系の超大化に起因する変色を定する。また、多くの PDA はサーモクロミズムを定するが、これは高分子骨格のねじれにより系の強約量が変化することに起因する。モノマーの構造により、 生成される PDA は、症法や感情構造を形成するなどの興味深い性質を示す。PDA の青色素から赤色症への転移は、炭素炭素二重結合と三重結合とが交互に繰り返される PDA 骨格の電子構造により引き起こされる。熱的、化学的、機械的刺激などの外部刺激にさらされた際、強弱効果により色物性が変化する。純粋な または、新生 PDA に関する限り、青から赤へのセミは不可逆であるが、PDA の即座の先頭元が、金属酸化物ナノ粒子とのキレート形成など、他の構造により直線化されている場合は、骨格に弾性が与えられ、色変化に可逆性が付与される場合もある。近年、DFT シミュレーションを沿用した複数の研究により、 PDA の即座構造を調節することで色物性を変化させられることが示されている。インクジェットプリントなどの薄膜生産技術の発達により PDA をカップトンフィルムやアルミ箔、果ては通常の紙などの別の機材上に多機能センサとしてコーティングすることが可能となりつつある。ありがとうございます。